こんにちは、タビアンです。今回はスイーツパラダイスさんにオータムフェア食べに行ってきました。そういえば最近はスイカやクレジットカードしか使っていなかったので、お財布に現金入っていたかなと心配になって、途中駅のホームでお財布確認してみました。3200円、よかった、これならフルパラコース食べれる。あ、鏡に映っちゃった。11時に予約して一番乗り。食べ放題のコースは3つあります。今回11時10分前に到着なんです。3200円あってよかった。残りは26円だけ。この赤いシール右肩につけてくださいって自動販売機で券を購入しました。美味しそうなシャインマスカットたくさんありました。巨峰でしょうかね、パイナップルやキウイ、そしてタルトもありました。こちらは生絞りの機械です。スイーツもね、たくさん出ていました。サラダも温野菜もあります。蒸されているので熱々です。このね、スモーキーキノコのカレー、季節限定を食べたいなって思います。もちろん甘口のカレーもあって、オニオンスープと季節限定のスープもあります。たくさん具があって美味しそう。ソフトクリームと、こちらはアイスのドリンク、ホットのコーヒーと、こちらは紅茶、種類がたくさんあります。いただきます。フライドポテト、スタッフの方が持ってきてくれました。ポップコーンみたいにコンソメの粉を振ってシャカシャカしてみました。塩味もね、もちろんついてるみたいなんですが、コンソメ味大好きなので、コンソメの風味がして美味しいです。では早速、今回一番楽しみにしてきたシャインマスカットをいただきます。シャインマスカットって中に種はないし、皮まで食べられるんです。ブドウって中に種があって皮は出すって当たり前って思っていたのに、いつから種はなくって皮まで食べられるようになったの。すごい品種改良が進んで、もうびっくり。しかも甘いんです。糖度が高くって、これだけでスイーツっていう感じ。スーパーで売っているのを見かけても、一房980円とか、贈答品になると2房で5000円ぐらいもするでしょう。それが今回食べ放題なんて、なんてすごいんでしょう。ぶどうって言ったら巨峰が一番大きいって思ってたけど、シャインマスカットの大きさたるや、巨峰にも勝るとも劣らないほど大きな粒なんです。しかもサクッとした歯ごたえ、噛んだ瞬間口の中いっぱい甘い果汁が広がって、皮の渋みが少ないので、パリッと皮ごと食べられるのが最大の魅力なんです。しかも皮を剥く手間がかからないので、手を汚さずにパクパクと気軽に食べられて美味しいです。次は巨峰をいただきます。この巨峰はね、やっぱり皮を剥かないといけないなと思って、皮を剥いて食べているんですけれども、この巨峰やっぱり種がなかったんです。シャインマスカットに比べるとブドウらしい酸味があるものの、大粒で種がなくって、ブドウの王様と呼ばれているだけありますね。巨峰もすごい高級品です。今回こんな高価なブドウが食べ放題なんて、100分、平日は3200円で、ブドウも全ての商品が食べ放題なんです。3200円、お財布に入っていてよかったって今更ながら思う次第です。
果肉の赤いメロンも今回食べ放題だったんですけれども、ブドウたくさんいただいたのでメロンは一つだけにいたしました。このメロンもね、糖度がとっても高くて甘くて果肉がしっかりしています。キーツマンゴー、ねっとりとしていて甘くて美味しいです。マスカット大福、中に入っているあんこもマスカット風味なんです。パイナップル、このパイナップル芯まで食べられるんです。ツンとくる酸味が控えめで甘さを強く感じる、あっさりした甘さのパイナップルです。今回初めてスイパラでキウイをいただきました。このキウイもすごくよく熟していて、程よい酸味があってスプーンで簡単に食べられるキウイで、スイパラ農園さん一体何種類のフルーツ育てているんだろうってびっくりしました。大きなシャインマスカットが乗ったシャインマスカットのタルト、美味しいんです。アーモンドプードルを使った生地のようで、ホイップクリームとシャインマスカットとの相性もぴったりです。メロンのタルトです。アーモンドプードルを使った生地がしっとりとしていて、フルーツとベストマッチです。贅沢なタルトです。アイスクリームたくさん取ってきました。大好きなアイスクリーム4種類いただきます。これはね、マロンの味がとっても濃いマロンのアイスクリーム、マロンペーストがたくさん入っているんだろうなって感じながらいただきました。バニラなんですけれども、ハーゲンダッツのバニラは一番大好きです。コクがあって滑らかで、アイスコーヒーの上に乗せても美味しそうです。チョコ、このねチョコレートすごく美味しいんですよ。中にねチョコチップまで入っているんです。チョコレート大好きなので、チョコレートのアイスクリームも美味しいです。このねアイスクリームの真ん中のところにはホイップクリームも入っているんです。このガラスの器にホイップクリームやアイスクリーム、そしてケーキなんかも入れたら、いろんなカスタマイズ楽しむことができそうだなって思いながらいただいております。抹茶のアイスクリームもすごい味が、抹茶のほろ苦さを感じることができて、こちらも大好きなアイスクリームです。アイスクリーム4つ食べたら体が冷えてきたので、温かいものも取りたいなって思います。このフライドポテトはおかわりも自由なんです。ちょっと時間制限はあるみたいなんですけれども、バインダーを持ってスタッフの方に頼むと追加でいただくことができます。揚げたてなのか、このポテトも温かかったんです。うっすらと塩味もついているようなので、このままでも十分美味しくいただけます。大豆ミートとキノコの担々スープ、名前からすごく体に良さそうでしょ。スイパラはフード系もすごく美味しいんです。こちらはオータムフェアのしめじとエリンギの和風ソース、お醤油味で少し甘めの味付けかなって思います。玉ねぎがいい具合に柔らかくって、それでいて食感があってキノコとよく合うんです。大好きなので粉チーズもたくさん振りかけて、乾燥パセリも振りかけていただきます。和テイストでお袋の味的なほっこりした味わいのしめじとエリンギ、玉ねぎが入った和風のパスタです。これだけでもね十分美味しいランチになりそう。今回は2つ食べたいなと思ったので、真ん中にサラダで仕切って両サイドカレーとパスタをいただきました。
パリシャキッとしたレタスとかキュウリ、トマト、大好きなコーンもいただきました。こちらはスモーキーキノコのカレー、辛口ですね。ピリ辛なんです。辛口のカレーって大好きなので、香辛料がよく効いたカレー、このピリ辛のカレーと先ほどのキノコのソースは少し甘めだったので、すごくいい調和が取れてよかったって思いました。細かく刻んで浮いているの、これキノコを刻んでるのかなって思ったんですけど、ダイスミートだったんですね。中にもやしも入っていました。ピリ辛感はなく豆乳の味なのかなとも思いました。生搾りモンブランの包装がありました。希望の方はバインダーを持ってお並びくださいということでした。この生搾りモンブランはフルパラコース、そして希望の方はプラス500円でも利用ができるようでした。私も早速バインダーを持って並びましたよ。6人ぐらいでしたかね、並んでいらっしゃいました。こうやって目の前で絞ってくれるのですごく美味しそうでリッチな感じです。中にはね、ココアとプレーンのスポンジとカスタード、刻んだくるみが練り込んだホイップのケーキの上にこの和栗ペーストをふんだんに絞ってくれるんです。柔らかくって和栗ペーストがよく効いていて美味しかったです。アイスコーヒーにハーゲンダッツのバニラを乗せてきました。アイスコーヒーだけでも美味しいのにハーゲンダッツのバニラを乗せるなんて、なんてグレードアップしたアイスコーヒーフロートかしら。ハーゲンダッツのバニラって何にでも合うから秀逸です。そうだ、オータムフェアのスイーツもいただかなくっちゃ。すごい濃厚な口どけムースショコラ、ショコラの味満載で口の中で溶けていきます。サラダにはコーンを乗せるけど、スイーツにコーンが乗っているなんて初めてです。シフォンケーキがふっかふか、そして上に乗られているクリームは甘さ控えめなので塩味を効かせたコーンがまたよく合うんですよね。びっくりです。ぶどうとミルクチョコのムースケーキ3段になっていて、ミルクのチョコもぶどうの味も複雑に絡み合っていて美味しいスイーツです。スイートポテト、もうお芋感満載で美味しくって、これ生クリームつけて食べたら滑らかでもっと美味しいと思って生クリームもつけていただきました。かぼちゃのムース、かぼちゃの味満載、美味しいです。ホイップクリーム、どれだけホイップクリーム好きなんだろう。爽やかなリンゴ風味のゼリーとの相性もバッチリでした。最後にホットコーヒーをいただいて終わりにしようかなって思ったんですけれども、やっぱり取ってまいりましたポップコーン。このポップコーンも何気に美味しいんですよね。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは美味しいものをどんどん紹介していきます。気軽にコメント、グッドボタン、ご登録お願いいたします。また次回お目にかかりましょう。バイバイ。